有色人種専用の水飲み、バジムクロ法は、1876年から1964年にかけて存在した人種差別的内容を含むアメリカ、合衆国南部諸州の州法の総称。主に、黒人の一般公共施設の利用を禁止、制限した法律を総称していうしかし、この対象となる人種は、アフリカ系黒人だけでなく、 黒人の地が混合しているものはすべて黒人とみなす、という人種差別法の一滴規定に基づいており、黒人との根結者に対してだけでなく、インディアン、ブラックインディアン、日系人など、アジア系といった黄色人種などの、ヨーロッパ系の白人以外すなわち、非白人の有色人種をも含んでいる。南北戦争以前、北部州は奴隷制廃止を掲げていた。しかし、 伝統的な南部11州は反対に奴隷制維持を掲げていた。南北戦争終了後の南北統合期初期、この対立のもとに合衆国軍占領下の南部11州は先手を打って解放奴隷を抑圧して黒人の純奴隷システムを正当化するような黒人法を制定した。当時工業で発展し始めていた北部都市と異なり南部では 黒人労働力による農業が依然として経済の基礎であった。そのため、黒人が白人と平等になっては困るというのが、南部経済を支える有力な白人農応援主たちの本音であったと考えられる。この黒人取締法が事務苦労法の礎になっていった。南部各州での黒人取締法は制定直後、 合衆国議会で1866年、公民権法が成立したことによって廃止されたが、リコンストラクション後に、連邦政府の干渉が少なくなった中、南部諸州では次々と事務苦労法が制定された。1945年以降、公民権運動が高まると、事務苦労法に対して裁判闘争が行われ、1954年から1955年に、 かけて、連邦最高裁判所は、プレッシー・タイ・ファーガソン裁判で確立された、分離すれども、平等という判例法理を覆し、公立学校における人種別学制度は、違憲とする判決を下した。1964年7月2日、リンドン・ジョンソン政権は、公民権法を制定し、南部各州のジムクロウ法は即時廃止となった。ジムクロウという名は、 ミンストレル賞の1828年のヒット曲、ジャンプジムクローに由来する。コメディアンのトーマス・ダートマス、ダデライスが演じて人気を博し、顔を黒塗りして黒人に扮する、ブラックフェイスパフォーマンスを全米に広めた。ジムクローは田舎のみすぼらしい黒人をギガ化したキャラクターであり、着飾った都会の黒人であるジップクーンと共に、ミンストレル賞の定番キャラクターとなった。 1837年までにジムクロウは黒人隔離を指す言葉としても使われるようになっている。ありがとうございます。